西日本旅客鉄道の運転時刻表。乗務航路表とは、鉄道における乗務員の担当及び列車の乗務予定を指定した航路表である。運転士か車掌かによって運転士航路表、車掌航路表ともいい、運転時刻表と書かれている場合もある。また、単に航路表ともいう。乗務航路表自体はバスなどでも存在しているが、本校では、 鉄道の乗務航路表について記述する。列車の運転士や車掌は、通常ならばまず決められた運輸区に出勤し、出勤時刻までに点呼を受ける決まりとなっている。一旦出勤の点呼を受けた後、臨時列車の運行や時刻、乗り場の変更などを確認し、確認漏れがないかどうかを確認してから、担当列車に乗務し、決められた航路のパターンに従って、列車を乗務し、 乗務を終えることになる。これらの航路はいくつかのパターンが決まっており、乗務員はその航路表を見ながら、休憩や食事の時間などを決めることになる。これらの航路の予定時刻を書いたものが、乗務員航路表と呼ばれる鉄道の運転は時間に正確でなければならないことから、時間に正確な運転を達成するためには、乗務員の時間管理及び無理のない航路の作成が不可欠である。 一定のパターンに沿った乗務航路表の予定通りのスケジュールを社員にさせることでヒューマンエラーによる列車の遅延の防止を図っている。さらに各社では社員に万が一のことがあった時の予備人員も用意している。運転士はダイヤに正確でなおかつ安全に配慮した運転が求められる。市販の時刻表とは違い、運転士用のものは着発時刻が 秒単位まで指定されており、通過駅や信号上のダイヤに関しても定められた時刻が存在することが多い。これに則っ,って安全性のための制限速度などの基準を守りながら極力正確な運転が求められる。各鉄道車両の運転台には乗務航路表を常に確認できるように、運転席から見やすい位置に航路表を置くためのスペースが設けられていることが多い。また、 乗務の関係から、回送列車や折り返しに関しても、航路で指定されている。乗務員に、自然災害や、体調不良などの不測の事態が発生した場合は、予備の乗務員を投入する必要もある。なお、運転士の航路表、時刻表は、国鉄及び JR においてはおおむね共通しているが、私鉄各社では、相違が見られ、途中駅の時刻は、主要駅のみの場合もある。 また、一部鉄道車両のモニタ装置に表示することも、できる。JR 西日本の京阪新築の乗務員、航路表には、運転士の所属基地の判別ができるように、航路表の表紙に丸印をつけている。また、丸の大きさは作る、運転士それぞれである。枠いっぱいの大きさの丸がよくある。デカ丸と称される。例大阪電車区赤丸院赤市電車区。 緑丸印、京橋電車区、黄緑丸印、天王寺電車区、緑丸印の下に、赤線、姫路列車区、青丸印、舞原列車区、木丸印車賞の乗務に関しても、航路表が存在し、乗務列車や休憩時間、さらには、発車前の準備の時間などが、きめ細やかに指定され、車掌はこれらの時間管理を徹底しなければならない。通常、業務用であるため、こうした航路表は、 一般の目に触れることはほとんどないがダイヤ改正やその列車が廃止になった後に不要となったものが鉄道会社のイベント即売や鉄道用品、鉄道模型など鉄道関連を扱っている専門店等で入手できる場合もある。また、貨物時刻表には各機関車の航路表を簡略化したものが記載されている。ありがとうございます。